神楽忍び VS 少女たちの証明、最初から始めるわよ。光あるところに影があり、影あるところに光がある。二つは表裏一体をなし、片方のみの存在はありえない。さりとて二つが相入れることもまた不可能なり、その因果な均衡は終わることのない衝突の輪廻によって成り立っている。先に思いを乗せ交差する戦乱の舞、時に勝利し時に敗北し、白と黒の美しき陰影を描く忍びの世界とは死の美である。それは忍び学校でも同じだ。現代の忍びは忍び学校という養成機関によって育成されている。忍び学校は日本国内に数校あると言われているが、その正確な数は定かではない。学園祭、忍び学校に代々伝わる決戦である。学校の存亡をかけ忍び学生が戦う祭りが平成の世によみがえろうとしていた。学園祭というかつてない規模の戦いに多くの忍び学生が巻き込まれていく。彼女たちは戦いの果てに何を得て何を失うのか。これより始まる物語は忍び学校で日々鍛錬を重ねる戦いの奇跡。そう、それは彼女たちの生きている証である。学校を選択してくださいませんか。私塾決戦女学館。そうだ、ヒュミちゃん、ちゃんといちご大福持ってきた？もちろん、おじい様の好物を忘れるわけがありません。久しぶりだな。ええ、そうですね。さあ、あともう少し行きましょう。にゃあ何者です？わしか？半蔵？私たちに何の用ですか？なんか暇でのう。おおほほ、これはこれは無礼者。決戦の選抜メンバーと知っての？もちろん。決戦がどれほどの父を選抜したのか。皆さん注意して。ここじゃよ。もみもみもみも無抵抗の鬼仮面もまた一挙。やめなさい。
こちらの果実も味わおうかの。マミ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 。な、何しとんじゃ。カットすると方言系女子になるというわけか。この卑怯者、薄汚れた善人め。薄汚れた善。おじい様は言っていました。半蔵は悪の存在を黙認する善人だと。まさにその言葉の通り、その品性下劣な修行。しかしの、その薄汚れた忍びにもびもびされてるようじゃ、お前さんたちも立派な善人とは呼べんのではないか。ユミちゃん、あの人が食べているの、もしか…ない、一つもありません。返して、いちご大福を返してく。そりゃ無理じゃわい、全部食べてしまったからの。もう絶対に許しません。勝負しなさい。はっ、どんなに怒ったところでわしには勝てんぞ。お前さんの孫。ああ、今は半蔵学院の2年生じゃ。皆さん、今日は帰りましょう。お帰りね。さっき学校から指令が下ったね。まずは蛇女あたりを狙うのはどね。わかりました。先生、半蔵学院に学園祭を仕掛けることは可能ですか。先生、お願いします。生ぬるい関係だけでは忍びの道は極められないね。それでは善人同士で競い合うのも。まずは半蔵学院から。月仙女学館。どれにいたしまし、これにいたしましょう。日々の計算が明日の命をつなぐのです。鎮魂の夢に沈みます。任務開始。
そこですか。そこですか。私の技の流れをご覧ください。休憩は終わりにしましょう。そこですか。そこですか。そこですか。休憩は終わりにしましょう。休憩は終わりにしましょう。そこですか。鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。やりますね。見くびっていました。それなりにできますね。かかってきなさい。正義のあり方をお見せしましょう。かかってきなさい。
しのぎ転身。私、ユミの物語でございます。すべてはあの方のために。いってらっしゃい。ユミちーさ、結局正義って何なの？正義、なんかさ、勝った方が正義とか、人の数だけ正義はあるとかよく聞くけど、どれもピンとこないんだよね。え？ああ、ユミチンでもわかんないか。ちょっと待っていてください。少し時間をもらえればお答えできます。私は早速正義に。ユミ、鎮魂の夢に沈みましょう。ユミ、舞準じますわ。いざ、鎮魂の夢に舞い散る。正義とは、正義とは。正義を探していますよ。ユミさんは、何が正義かをご存知ですか？正義はもやしと言いたいところですが、お金でしょうか。お洋服が欲しい。お腹が空いた。そこで、お洋服が。
重い病気になった。汚い手段を使った。これらは忍び天使。お洋服が欲しい。お腹が空いた。重い病気になった。汚い手段を使った。これらは全てお金で解決できますわ。やってくれますわ。お洋服が欲しい。お腹が空いた。忍び天使。お洋服が欲しい。重い病気になった。汚い手段を使った。ロボットしてやられました。お洋服が欲しい。お腹が空いた。重い病気になった。汚い手段を使った。これらは全てお金。ではないと私は信じたいです。すべて正義のために。最高評価をいただき至極光栄に存じます。だが絶対正義の体現者になるには新たな技をひらめきました。弓、鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。何してるんですか？見てわからない？マッサージよ。あなたにもやってあげましょうか？必要ありません。なぜそんな必要ないことをやるのか理解できません。ハッピ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 。そこですか？造作もあります。進め！いただいておきます。そこですか？あふれる。そこですか？そこですか？
そこですか。動作もありません。いただいておきます。そこですか。そこですか。そこですか。私の技の流れをご覧ください。休憩は終わりにしましょう。はるか、舞順次ちゃん。鎮魂の夢に舞い散る。いいわ、教えてあげましょうか。強くなるためよ。私たちにとっては何よりも大事でしょ。強くなる、これこそが私たちに最も必要なこと。つまり正義ということですか。じっとして。うん、いや、アサリ。強さっていうか、その人が本気で探しているものが正義じゃないかしら。私の場合は色気ね。強さを生む色気こそが正義なんですか。あら、面白いわね。そう、色気は正義よ。でもまだまだあなたに。そこですか。やんダメよ、やんダメよ。あら、面白いわね。そう、色気は正義。そこですか。大丈夫ね。面白いわね。そう、色気は正義よ。行くわよ、忍び転戦。あら、それなりにできる。いたらさ、あら、まさに面白いわね。そう、色気は正義よ。でもまだまだあなたには正義が足りないわ。どうすればいいのですか。そこですか。ああ、やん、上手なのね。まさに私が手取り足取り教えてあげる。それだ、ずっとあげる。触られましたが、
これは正義なのでしょうか。すべて正義のために。あの方に顔向けできない。絶対正義の体現者になるには新たな技をひらめきました。うん、鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。みのりさん、どうしたの？お菓子がなくなったの。どうしても欲しいの、欲しいの。いただきました。はっ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 、そこですか。100万円突破。みのりさんはいつもお菓子を食べているでしょ。我慢なさい。やだやだ、お菓子がないと力出ないもん。でもカレーもオムライスも食べたいな。みのりさんは何を一番求めているの？おいしいものは何でも欲しいの。おいしいもの食べて、もっともっと。そこです。おいしいは正義だったね。ねえ、おいしいものの話。そこですか。おいしいものの話したらお腹空いたよ。何かちょうだい。持っていませんし、少しは我慢しなさい。忍び変身。
持っていませんし、少しは我慢しなさい。逃がさないぞ、あと。戻ったら、美味しいかき氷を食べることにいたしましょう。すべて、正義のために。あの方に顔向けできない。成長を続けましょう。一歩ずつ新たな技をひらめきました。ユミ、鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。スキアリン、ちょっと何をするんですか。くぅ、雪みたいにふわふわで最高。あたいの前でそんな大胆に父を探してるのが悪いぜ。100連覇突破。
動作もありません。カツラギ舞い忍びます。鎮魂の夢に舞い散る。その手当たり次第に他人の体を触る癖は直した方がいいと思います。わかってないな。いいおっぱいを触った時のあのしびれる力がみなぎってくる感じ。力がみなぎってくる。そうそう、定期的に触らないと力が全く出ないんだ。そこですか。な、しまった、しまった。なあ、そうそう、定期的に触らないと力が全く出ないんだ。あたいにとってはこれも修行の一つだな。つまり強くなるためにからの、やりやりなさい。強くなるために他人の胸を触るということですか。ん、そっかな、そういうことだ。つまりおっぱい、胸は正義。納得がいきません。いや、見せ場だ。忍び転身。いや、その通りだぜ。試しにお前の正義に触らせな。秘伝忍法。ピクビティワサリ、それもいい。ワサリおっせぇ、シャンシャン、秘伝忍法。ピクビティシュッシュッピクピクピクシュッ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 、おっせぇ。方に顔向けできない。また力が増したようです。新たな技をひらめきました。
ユミ、鎮魂の夢に沈みましょう。野牛、前忍ぶ。終わり、前忍びます。最終戦、勝負。結局、正義とは何なんでしょうか。ユミさん、ひばりのおさちゃんキャンディー知らない？せっかくもらったのになくしちゃったの。さあ、存じません。ひばりに何をした？あ、やべ、そこです。まだだ。いただいておきます。わかり、やべちゃん、ごめんね。ひばり、せっかくもらったウサちゃんキャンディーを。ひばりから笑顔を拭いて。そこですか。何、ひばりから笑顔を奪うとは。ユメ、貴様だけは絶対に許さん。キャンディー一つ。そこです。まだだ。イエーイ。わあ、キャンディー一つで許さん。お相手して差し上げ。忍び、転身。キャンディー一つで許さん。お相手して差し上げましょう。ひばり、待ってろよ。ひばりの笑顔が消えろ。これで決める。はぁ、わさり、待ってろよ。ひばりの笑顔が俺を強くする。ギャギャちゃん、ユミさんは何もしてないよ。二人が喧嘩したら、それなりに。わさり、ユミさんは何もしてないよ。二人が喧嘩したら、ひばり困っちゃうな。ごめんか、一目。やりなさい。それはそれで可愛いぞ、ひばり。攻撃力が上がった。一人三本はこれから。やっちゃう。
柳生さんを強くしたのでしょうか。つまり可愛いわ。すべては正義のために。可愛い、可愛い正義。こうしてはいられない。私も正義を貫かなくては。かわいい。格好だけでなく話し方も可愛くした方がいいよね。プリプリ。ゆみちん、どうしたのその格好。しけちゃん、正義って可愛いってことだったプリ。そうプリよ、私可愛い。はい、しけさんも一緒に。可愛いは正義プリ。みんな来てよ。ゆみちんがおかしくなっちゃったよ。飛ばします。あの方に顔向けできない。足りない。絶対正義の体現者になるには。おかえり。おかえり。おかえり。どれにいたしましょう。これにいたしましょう。
ほんまにパオン？態度大きに。また来てや。どれにいたしましょう。これにいたしましょう。衣装を選んでくださいませんか。目移りしてしまいますね。目移りしてしまいますね。私の死に装束でございます。女人の下着を選定するのです。動きやすさが重要です。機能性も考慮に入れていただきたいです。たまには衣装を着替えるのもいいものですね。たまには衣装を着替えるのもいいものですね。こちらもなかなか悪くないようですね。たまには衣装を着替えるのもいいものですね。どれにいたしましょう。これにいたしましょう。いらっしゃいませ。よりどりみどりやで。ほんまに買うん？態度大きに。ほんまに買うん？態度大きに。新商品入荷したらおしろ。どれにいたしましょう。これにいたしましょう。どんな衣装に着替えましょう。似合っていますでしょうか。こちらもなかなか悪くないようですね。こちらもなかなか悪くないようですね。どれにいたしましょう。これにいたしましょう。私、ユミの物語でございます。誰なのって、昨日全部自分で食べてたじゃん。あ、そうだ。トリックオアトリート。ん？なんでハロウィン？この呪文を唱えた相手に勝つとお菓子をたくさんもらえるんだよ。いや、違うし、そうじゃないし。お菓子を出さないとボコボコにしちゃうぞ。任務開始。ねえねえ、トリックオアトリート。みのりちゃん、どうしたの？ト
リックオアトリートだよ。お菓子ちょうだい。急に言われてもな。あ、そうだ、ちょっと待っててね。
任務開始。トリックオアトリート。何です？トリックオアトリート。ちゃんとした日本語を話してください。
任務開始。お腹すいたから帰る。おかえり。おかえり。おかえりなさい。どれにしよう。これにしよう。祈り、疲れちゃった。ブラクモちゃん。いいのか悩みますね。これでいいんですよね。着替えの時はお面外したいので、ホワレの方を見ない方がいいと思いますよ。あの、ホワレなんかがこんなおしゃれして本当にいいのでしょうか。どれがいいのか悩みますね。これでいいんですよね。今日は何にする？ほんまにかおサイド、ほんまにかおサイド大きに、ほんまにかおサイド大きに、ほんまにかおサイド大きに、新商品入荷したらどれがいいのか悩みますね。これがいいんですよね。音量やカメラの設定ができる。どれがいいのか悩みますね。これがいいんですよね。資料室って漫画とかないですよね。どれがいいのか悩みますね。やっぱやめましょう。どれがいいのか悩みますね。これでいいんですよね。あの、決戦女学館でなくてもいいので、国立学校を選んでいただけたらと。よーし。国立半蔵学院。どれにしよっかな。やめときましょうか。どれにし、やめときましょうか。学校を選んでください。